ミスター・フリーズ、ビクター・フライスは DC コミックスの出版するアメリカンコミックバットマンに登場する架空のスーパーヴィラン。ボブ・ケイン、デビット・ウッド、シェルドン・モードフによって創造されミスター・ゼロとしてバットマン121、ミスター・フリーズとしてデテクティブ・コミックス373に初登場した。ミスター・フリーズは バットマンの最も永続的な敵の一人である。ボブ・ケイン、デビット・ウッド、シェルドン・モードフによって創造され、ミスター・ゼロとして、バットマン121、ミスター・フリーズとして、ディテクティブ・コミックス37、373に初登場した。ビクター・フライス博士は低音学者であり、事故の影響で体を極低音に保たれなければ生きていけない。通常の体温では死ぬため、 極低音のスーツを着用している。目標を凍らせる、凍結銃を装備しており、冷気や氷をテーマに犯罪を行う。妻である末期患者のノラフライスを治療するために活動する。初登場時はミスターゼロと呼ばれていた。1960年代のバットマンのテレビドラマでは3人の俳優によって演じられた。ほぼ30年後にバットマン、 ザ・アニメーテッドシリーズはミスター・フリーズを書き直した。ポール・ディーニの描いたハート・オブ・アイスでは彼の妻であるノラ・フライスを紹介してミスター・フリーズの脅迫観念を説明した。ノラは冷凍保存された末期患者であり、ミスター・フリーズは研究資金を調達するために犯罪を行う必要があった。この複雑で 悲劇的なキャラクターはファンに受け入れられ、コミックブックシリーズを含む大部分のメディアでミスター・フリーズの標準的な描写になった。このオリジンストーリーの要素はアーノルド・シュワルツネッガーが演じた1997年の映画バットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲に取り入れられた。1960年のテレビドラマではジョージ・サンダース、オット・プレミンジャー、イーライ・オラック、 1997年のバットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲ではアーノルド・シュワル・ツェネッカー、コッサム、コッサムではネイサン・ダロー、アニメ、バットマンではマイケル・アン・サラ、クランシー・ブラウン、バットマン、アーカム・ビデオ・ゲームではモーリス・ラ・マーチが演じた。イグンのトップ100コミック・ブック・ビランズ・オブ・オール・タイムではミスター・フリーズは67位にランクインされた。ビクター・フライスは 子供の頃に動物を凍結させる趣味をはじめ、人体冷凍保存に魅了された。彼の両親は強制させるために厳しい全寮制学校に入学させたため、フライスは孤独を感じていた。しかし、フライスは大学で出会ったノラに恋し、最終的に結婚した。フライスとノラは低音楽者になり、コスコープで凍結光線の開発に取り組んでいた。ノラは、 致命的な病気にかかり、フライスは実験していた冷凍保存装置を使って彼女を過死状態にする。しかし、経営者であるフェリス・ボイルは実験の維持費を問題視して装置を止めるよう命令する。フライスはボイルに実験を続けるよう頼むが、彼は突き飛ばされて凍結抗戦の化学薬品を浴び、新陳代謝が変化して通常の体温では死ぬ体になる。 フライスは、ボイルに復讐を誓い、極低音のスーツと凍結銃を装備した、ミスターフリーズになる。ありがとうございます。